プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない鳥紙反省会。わどうもどうも、スラリンメタリンでございます。2023年9月第3週、土曜日特別戦、ローズステークスセントライト記念の振り返り反省会です。結果がこちら。そして、2023年の通算成績がこちらです。まず、土曜特別戦は、初数ステークス。本命、アイスリアン、アイスアリンが1着に入り、単複賞が的中。穴候補 CL ヒヨトリは9着に終わりましたが、ここは優勝しましょう。さて、ローズステークスは、本命、ソーダズリングが8着と惨敗。紐候補に挙げていたのは、ブレイディ・ウェーグが、かろうじて2着も、他は掲示板にも乗れない完敗。重視していた前走オークス組が全て沈んでしまい、条件戦組が上位を独占してしまい、2戦連続で阪神コースを使っていたマスクとリーバーに着目できなかったのは一番ミスだったのかもしれません。とにかくここは手広く買いすぎて痛手を負ってしまいました。そしてセントライト記念、本命ソウルオーリエンス2着、紐で上げていたレーベンスティール、シェザンが1着3着に入り、ワイド3連複ともに的中となりました。ですが、人気決着で配当は今一つ。ここも手に6回過ぎて取り読み結果に終わってしまいました。こちらは条件戦組には目もくれず行った方が正解だったというところかもしれません。ということで、今週の反省を生かして来週、9月23日開催の特別戦注目馬をショートで、9月24日開催、オールカマー神戸新聞杯の予想を動画で、9月22日深夜にお送りしたいと思います。それでは、来週に向けての運試し、ハイローゲーム、どちらでしょう？ではでは、また来週。